時代祭りのくだらの子に騎士秋信くだらの子に騎士、秋信は奈良時代から平安時代初期にかけての助官。くだらの子に騎士を治む白の娘。桃園右大臣、藤原嗣忠に嫁ぎ、お津明を生む。法規元年生5位下、法規6年生5位上、法規11年十4位下、天皇元年十4位上、遠暦2年生4位下。 同年に生四位上と続けて少女される。延暦六年高発出への行行の帰りに、十三位に除される。延暦十六年には生児を賜る。二年後に、生三位に上る。公認六年十月に没。順位であった。官武天皇は九だらからの帰化系氏族を徴用してきたが、特に秋信は天皇の長愛を受けていた。 日本語記によると、延暦十四年四月一日の縁にて天皇が、古にの野中古道を改めば改まらんや野中古道と、古歌を称し、秋信に対して変化を求めた。しかし秋信は、これができなかったので、天皇は秋信に代わって君こそは、忘れたるラムに行き止まのたわやめわれは、常の白玉と呼んだという。また、秋信の,の息子の乙つ、明の隠れ殿には、母。 生じ、くだらを秋信否定調圧し。とあり、ここからも秋信が、天皇に寵愛されていたことが伺える。ありがとうございます。